はい、速稼塾の久保でございます。今回ね、ベーシックインカムについて久保さんどう思われますかというコメントをいただきました。これについてはね、私ね、もう実はね、5年ぐらい前からベーシックインカムの実現に向けて動画の方を発信したりとかね、そのコミュニティを作って運動を起こしていたんですけども、なんか最近またベーシックインカムがね、トレンドに上るようになったんで、今回改めてお答えしようかと思います。私はベーシックインカムはね、大賛成なんですよ。というのがですね、今私会社を経営している中ですごく思っていることがあったんですけども、会社に勤めてる方の中でね、皆さん仕事はしてるんですけども、給料分働けてる人ってほとんどいないんですよ。これ残念ながらね、認めないといけない現実なんですよね。ということで、会社の中ではね、ベーシックインカムって結構実現してるんですよ。会社の社員の中で一番あらりを作ってる人って、まあ代表だったりね、幹部だったりするんですけども、それぐらいなんですよ。一般社員の方って仕事してるようであって、やってる仕事の成果ほどには多分ね、会社に利益貢献できてないんですよ。いわゆるノルマがこなせてないんですよね。まあ、例えば販売業務でしたら、1週間に10個売らないと、その働いてる人の給料すら賄えないというレベルで予算って設定してるんですけども、3個とか4個しかね、売ってこないんですよね。要するに販売力って弱いんですよ。企画にしてもそうです。企画力がある人ってほとんどいなくって、どちらかというと、会社に物を教わりながら、会社に福利厚生を要求しながらね、自分の売り上げによる利益っていうのはなかなか会社に還元できてない状態なんですよ。ということはね、会社員になるってことは、成果に関わらず生活がある程度保障されてるって状態なんですよ。で、その保障する財源どっから来てるかっていうと、会社の中で利益を出してる人のその利益をぶっかいてそっちの方に移行してるんですよね。まあ、ですんで、成績の出ない社員っていうのはどんどんクビにすれば、会社はどん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 利益が上がっていくっていう冷たい形になっていくんですよね。もちろんこんなことをね、言うと、これ真実なんですけども、この、本当、今私が話したことは。でもこれ言うとね、感情的にものすごくね、怒られちゃうんで、なかなか経営者って言いにくいんですよ。で、無駄な社員に無駄って言えないんですよ。やめろ、クビだって言えないんですよ。社員ってそのぐらい保護されてるんですよね。で、竹中平蔵さんは、正社員っていうのを取るのがね、もう会社としては限界なんだと。だから非正規ってものを入れることによって、採用しやすくしないとっていうふうにお話しされてるんですけども、これね、ある意味ね、その通りなんですよね。で、あと、その、一人一人がね、非正規を選ばなければいいんですよ、あとは。絶対に社員じゃないと働きませんって形にして、社員として採用されるぐらい、自分が結果を出せるような人間になっていけば、全然構わないんですよね。むしろね、会社に入った時に、もうすでに会社に利益を提供できる人間として育つために学校っていうものがあったりとか、ビジネスの教育訓練っていうのがあるわけなんですよね。まあ、これを言うとね、なかなか全員がそうはいかないんで、確かにその通りなんですよ。会社に入社して最初の数年っていうのは、会社にお給料をもらいながらね、自分を育てる期間でもあると思うんですよ。でもこの時期に育たない人が大半っていうのが、まあ、なんと言いますかね、悲しい現実なんですよね。私は思うのは、入社の時に無理をしてギリギリ入れるところに入っちゃうからかなとも思うんですよ。で、あとはね、やっぱり正社員を目指すんだったら、自分で会社をやった方がいいのかなとかね、思っちゃったりするんですけどもね、まあ、そういうこともいろいろあるんですけども、今回お話したいのはベーシックインカムについてです。ベーシックインカムについてっていうのは、はい、ベーシックインカムについてなんですけども、私はね、今の社会保障制度の上にベーシックインカムを例えば15万とか乗っければいいと思うんですよね。これはいかがですかね。通常ベーシックインカムっていうと、今の社会制度を、社会保障制度を全部なくして、そのための経費が浮いたから、それを財源としてベーシックインカムを月に10万とかね、15万っていう形になると思いますけども、そうなるとね、もうね、歯医者にも行けなくなるんですよね。そういうことでいろいろ不都合出ますんで、私はあくまでもね、基本的には今の社会保障制度を基本的には維持しながら、プラスアルファでベーシックインカムっていう形を進めていけばどうかなと思うんですよ。まあ、そうするとね、財源はどこにあるって話になりますけども、財源は無限と言えるほどね、この日本という国にはあります。なぜなら通貨発行権があるからなんですよ。これはほとんど MMT の話になってきますので割愛させていただきますけども、そのベーシックインカムをね、出すことによって、生活費のために、いやでも無理やりして仕事をしなくてもいいんですよ。生活費が欲しくって形だけ仕事に行って、そこから給料をもらうって形で、会社は損害を出してるんですよ。そういう人に対して給料を払うっていうのは大損害なんですよ。だって自分の仕事のセンスを上げても、上げたくもない人に教育を施して、でもその教育一発では人が育たないから、繰り返し繰り返し教育を施すわけですよね、会社のコストで。で、社員に教育をするってことは教育係が必要なんですよ。教育係の人っていうのはその人自身は優秀なんですよ。ただ
教育を受ける人が伸びてくれないと、いつまでたってもこの優秀な人っていうのは人を教育するっていうね、単純作業に自分の人件費とか時間が取られちゃって会社のパフォーマンスが落ちるんですよね。だから自己育成できる人だけで会社を固めていけば全くこれね問題ないんですよ。ただ残念ながら最初からそうはいかないですよね。何年間かは修行しないとなかなか商売ができるような人っていうのは育ちませんから、だからそれを会社に依存するんではなくてね、もうはっきり言ってね、仕事したくない方はしない方がいいと思うんですよ。全くしないと。でも生活費はちゃんと出るという形にしていけば、多分ね、嫌なことをしない部分、その人にとっては明るい人生とかストレスのね少ない人生っていうのが待ってると思うんですよ。そこで、発言するね、クリエイティビティとかね、想像力のことですけども、自分の好きなことをずっとするようになると思うんですよ。で、好きなことをするその過程で好きなことが得意になって、それがいい影響を及ぼすと思うんですよ。例えばミュージシャンが音楽に集中したいけども、でも生活費を稼ぐために時間がね1日半日とか取られるわけじゃないですか。そうなると、せっかくいい曲のアイデアを思いついても、その時にね仕事をしていて、例えばどっかでバイトしていて、ちょっとメモもできないと、いいメロディーを吹き込むこともできないと、あれですよ、絵を描く人も同じです。生活費を稼ぐためにどっかにバイトに行ってる間は絵を描くって作業ができないんで、生産性落ちてるんですよ。想像力落ちてるわけですよ。で、そういうふうな埋もれた才能をもっともっと表に出すためにも、もう生活の心配しなくていいからこれだけ打ち込めみたいなね感じで、ある意味ね未来に投資ができるんじゃないかなと思うんですよ。思うにね、私はね、いろんな要素があると思いますけども、日本の未来が暗くなるということが起きるとすればね、国家の信任が得れなくなって国債が暴落する日が来るとすれば、日本人の将来に期待されなくなった時なんでしょうね、きっと。世界から見てみんなが生きるのが精一杯で、なんかよくわかんない足の引っ張り合いをしたりとか、新しい創造を全くしないとかね、全然日本では新しいリノベーション起きなくなったよね、本当に生きるのがやっとだよね、あの人たちってなった時に国家の信任落ちると思うんですよ。でも多くの人が自由に生きている中で、新しいね趣味から新しい分野ができたとかね、例えばゲームが得意な人がゲームで e スポーツの分野で世界トップクラスになりましたっていう人が、トッププレイヤーが日本でわんさと現れたら、それはそれですごく世界中から期待されると思うんですよ。何ですかね、あれも同じですよ。秋葉系というかね、二次元の可愛い女の子の絵とか萌えとかね、コスプレ文化とかっていうのも、日本がトップクラスをずっと走っていれば世界から期待されると思うんですよ。でも生活費を稼ぐためにコスプレもできないし、私やってますけど、ジョジョはね。で、例えばこういうものもどこにあるのかわからないとかね、分かっても買うことができないっていう風な、生活の余裕とか情報をゲットする余裕がなければ、生活費を稼ぐために追い詰められていれば、何の自己表現もできないし、何の自分の才能も育たないんですよ。だからこそ私は思います、これ最後のチャンスだと思いますけども、今の社会保障制度を維持しながらベーシックインカムをドンと上に乗せるんですよ。それでも足りなければあとは自己責任で働けって世界、初めて自己責任って言葉がここに出るんですよ。でもお金を与えるとね、怠惰になって何もしない人が現れるんじゃないですかって言いますけども、それで OK なんですよ。いいじゃないですか、それで。お金がないから無理やり好きでもない仕事で働いてストレス溜めて、職場の上司を恨んだりね、部下に当たったりとかするよりはだいぶいいですよ、これは。ね、挙句の果てには誰かをちょっと刺してみようかなとか、会社から物を盗んでみようかなって発想になるじゃないですか、やっぱりストレス抱えながら無理やり働くと。だからそういう意味でも、働きたくない人はもうね、ニートしようが引きこもりしようが自由ですよと、生活の保障はします。でもその人たちは確実に消費はしてくれるんですよ。これがすごいことだと思いませんか。ただベーシックインカムをもらって月にね20万だか15万だか分かりませんけど、15万でいいや、今の社会保障制度の上にポンと15万乗っけていただいて、15万が毎月入金されると、将来の心配をねしなくてもよくなります。老後の貯金も別にいらなくなりますとすると、今お金使うんですよ。何にも働いてない人でも消費活動を起こしてくれるんですよ。そうなると商品は世の中からどんどん売れるようになりますよねいや、それでもいいんじゃないですか。そのために他のインフレターゲットとかっていうのを設定すればよくって、ちょっとこれ需要と供給のバランス悪くなってねと、なんか仕事をせずに物を買う人が増えたんで、ちょっと供給が追いつかなくなってきたから、ちょっとベーシックインカム下げようかなと思ったら、下がった分だけ仕方なく働く方がちょっと出てくるんですよ。そうなったらまた需要と供給のバランスが取れてくると思うんですよね。
そうなったらまたね、ベーシックインカムの金額を、じゃあ、再来年からまたね、3万円プラスしますよって感じで、こう調整していけると思うんですよ。ちょっとね、ディテールはね、あんまりにもね、長くて話しきれないんですけども、こんな感じです。まとめて言いますよ。ベーシックインカムは私は賛成です。そのベーシックインカムの作り方は、今の社会保障制度をほとんど維持しながら、なくすもんもあっていいんですけども、ほとんど維持しながらですね、プラス15万乗せるって感じですよね。そうすると、生活費のためにしたくもない仕事を無理やり働いてストレスを貯める方が減るんで、もっとね、自由で活発な日本ができるんじゃないかなと思うんですけども、皆さんいかがでしょうか。ちょっと乱暴なね、私のベーシックインカム論ですけども、皆さんもね、なんか気づきとか参考になれば幸いでございます。それでは、いってらっしゃい。